いろいろと、お騒がせさせていただいております。どうも、かチャンネルのカズでございます。世間がいろいろ、賑やかなことになっております。ほんで、この業界もいろいろと賑やかでございます。いろんな勢力が出てきたりとかね、TikTok やらね、ショート動画やら、いろんなこともあります。ほんで、私はもう YouTube 歴が12年とか13年とか、なってると思うんですけども、やっぱ最初とこの最後の方ではいろいろ違う。まあ最初のやり始めた時はね、何変なことやってんだよ、みたいな感じのことになるけども、2年、3年、4年とやっていくと、なんかこのスマートフォンのね、この普及のおかげもあってね、iPhone とか、特に iPhone だね。それで YouTube もガッと盛り上がってさ、うわ、すごいとこ目つけてやってんね、とかね。まあ、たまたまですよ。うん。たまたま、うん。たまたまそういうところにね、ついついやってたっていうのがあって、そういうのが合わさって、ちょうどいい具合に盛り上がったとか、そういったところも経験しております。ただやっぱり、昔と今とでは、もう全然難易度も違うし、いろんなサービスもね、出来上がったということで、昔ほど美味しくなくなるっていうのもね、そこで、カズさん大丈夫なの?みたいな、今後やっていくの?何やっていくの?みたいな、そういったこともあるので、ちょっと今回ですね、もう真面目なお話ということでやっていこうかと思います。まあ、商売たるものですね。いい時期もあるし、悪い時期もある。ね。ほんで、悪い時期にね、どうするといいのかみたいなんで、いろいろ試行錯誤する。そういったこともあるかと思います。ほんで、私ですね、やっぱ、すごいいい時期もあって、ほんで、良かったのはその時期に、ある程度その貯金とかもやってったし、ほんで、変な無駄遣いっていうのもね、まあ、家に結構お金はかけちゃったんだけども、そこまでね、悪い使い方はしなかったかなって。まあ、こういったね、建物とか、撮影場所にはお金かけたし、ほんでね、やっぱその、いい時期にちゃんとね、従業員の方に還元したとか、本当にいい使い方できたかなーっては思っております。ただね、今、このままではね、ちゃんとダメだな、とは思っていて、いろいろとずっと動いております。はい。ほんでもうここで言ってしまうと、まあ、前からやりたかったことがあって、まあ、観光事業ね。まあ、福井のちょっと観光にもいろいろ携わらせていただいておりまして、まあ、ちょっとボランティアにはなっちゃうんだけどね、ちゃんとお仕事とかそういったもんではなくて、ボランティアでいろいろ審査員とか、ね、こういう風にするといいんじゃないのかとか、いろいろやってたりとかする中で、やっぱちょっと福井の観光楽しいなみたいな、携わってみたいなっていうこともあって、実はですね、いろいろなんか視聴者さんが泊まるとことか作ってなんかできるといいなとか、なんか自分の店舗持つといいなみたいな感じで、3年半ぐらい前から実はですね、なんかホテルとか旅館とかなんか別荘事業、そこにすごい強い興味があって探してます。はい。まず旅館とかね、実際銀行さんとも打ち合わせ行って、どうですかみたいな、内覧会みたいなんで、これどうですかね、こんな感じなんですけどみたいな、はい、実際にやって、実際購入には至らなかったですけどね。いや、このまんまだと自分、いやだから全部買いそうになると、絶対楽に3億とか4億5億飛んでく。いや無理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 。ほんで従業員も結構雇わんだかん。ちっちゃい規模でも10バイト入れて10何人とか絶対必要。自分のあれじゃ絶対できんなみたいな。人いっぱいはさすがに負担大きくなって、自分一人でのマネジメント無理だな。もう一人やっぱその右腕的な誰かいるのかなとか、いろいろやっぱ自分のこの今の範囲内で少しずつやっぱね、やっぱ規模っていうのはいきなり大きくするとね、無理が出てくるパターンがいっぱいあるし、今自分の能力だとできないって考えてるから、小さく小さくね、人、まず人間の数小さく少しずつ大きくしてっていうことで、今やっぱ福井といえばいろいろいいとこありますね。で、自分好きなのはやっぱ海辺好きなんで、海辺でそういった宿泊事業ができないかということで、もう3年半ぐらいいろいろ動いて、ここどうですか、ここどうですかみたいな感じで複数件実は動いてます。ここの土地の持ち主誰なんだろうみたいな、ほんで調べて、どうすかね、なんかやりたいんですけど、なんかその売るとかなんかそういったね、できないありますかねみたいなね、本当に本当になんか改めてね、海辺って大変なんだなって、村のなんだろう、売る売らないって村やっぱ結構厳しい部分もあるし、まあそもそも土地手放さないしとか、そういった苦労もあります。でもね、本当に全くお金になってないんですよ今むしろお金出てってる状態なんですよね。でもやっぱ今まだいろいろ行動できる間に、今あるお金を支出するんじゃなくて、
今あるお金ね、で、少しだけ勝負にしてね、まあ投資っていうんですかね、少し勝負してみて、やっぱいろいろと動く必要はあると思うんですよ。お金が全くのゼロになって、ギリギリになって動くのはね、やっぱきつい。相当頭良くないとあかんし、運も良くないとあかんと思うんですけど、少しね、蓄えがあるときね、そういったときに、やっぱ少し動いといて、ほんで少しの、まあ、なくなってもね、それで全くの身がね、できなくても、それは投資ということで考えておくっていうのがすごい大事なんじゃないのかなということで、なんとかやりたいなと思っております。そちらについて。やっぱりね、この YouTube 一本ってのももちろんいいんですよ。YouTube とか動画授業一本ってのもありなんですけど、やっぱね、それと連動して楽しくできると一番いいなっていうのが自分の中の答えです。全く別の授業行ってもいいんかもしれんけど、やっぱね、この動画授業はね、楽しい。ほんで、やっぱ知り合いとか視聴者さんが来たりとか、あ、なんかで見たことあるよとか言われるの、やっぱ自分的にすごいね、その幸せを感じる。だから、動画授業ね、衰退していくのはそうじゃない。動画授業もちゃんとやりたい。ほんで、今ね、そういった別荘とか宿泊授業も、ちゃんとやりたいって思いがあってね。絶対ね、なんか動画的にも楽しくできそうな気がするし、一旦そこら辺でね、動いていこうかと思いますのでね。またなんかいい、情報とかお持ちだったら、ぜひ教えてください。ほんで、今ちょっと巷で耳にするのがね、YouTuber がなんか探しに来てると、あいつらお金あるから、なんか来たら、高くお金、こう、釣り上げとけよ、みたいな。っていうのも実はね、ちょっと悲しいことなんですけど、噂で小耳に挟むことがあるんですよね。いや、ちょっとそれはね、悲しいなーっていうのは。やっぱね、そこの周り、ガーッとなんか盛り上げたいなーっていうのは、自分的にあって、イテウォンクラス見たことあります？ね。イテウォンクラスのね、主人公がね、居酒屋というかそういうのをオープンさせて、自分の店だけじゃなくて、やっぱ周りもね、やっぱ活性化させて、どんどん良くしていくみたいなね、そういうストーリーがあるんですけど、やっぱ自分もね、やっぱ、一店舗だけなんかうまくいっててもさ、ほんで絶対うまくいくはずないですよね。やっぱその周りもいい感じにお金が流れてとかね、やっぱ元気になっていくことで、その店も良くなるし、ほんでね、やっぱそれにより利益が出て税金が落ちる。よし、この道はね、やっぱね、越前海岸とかここら辺って、やっぱお金ないんかわからんけど、やっぱね、結構崖崩れとかで、結構長い間ね、放置されるわけじゃないんですけど、なかなか修繕がね、早く進まなかったりっていうこともあって、やっぱね、お金の量がね、やっぱ少ないのかなっていうので、やっぱ税金いっぱい納めてね、やっぱこの道はやっぱ重要なんだよ、観光資源にすごい重要なんだよっていうことで、道も良くなるしみたいな感じで、周り一気にね、自分もいろいろ協力して、良くしていきたいなと考えてます。ほんでね、もう一つ。この枠の、ブランド、昨年ですかね。昨年立ち上げまして、新商品が1年も出ていないっていうね、そういった事態になってるんですけど、別にいろいろやってる。自分がね、ほんと、開発癖がね、満足しないと出さないっていうのがあって、もう、多分、尋常じゃないぐらい開発、試作を重ねていて、ついに、今ですね、なんと完成品ができました。はい、こちらですね。走って泳いで旅する、ショートパンツということで、走り、ランニングパンツとしては最高の出来。こちら、ベルトもついておりまして、だからポケットにね、最近だとスマホとか入れたりね、することも多いと思うんですけども、走ってるとね、ゴム紐だと落ちてくるんですよ。ただ、ベルトをすることで落ちづらくということができておりまして、それで、チャック付きのとこもあるから、走っていってバンバンバンって動いた時に、ポロって落ちないようにする、そういったポケットもあるし、これもね、メッシュ生地、外側のポケット、メッシュ生地にしたんですよ。わざわざちょっと強めのね。だから、それをすることにより、プールとか海入っても、これ、海パンとしても使えてしまうみたいな。はい。ほんで、サイドのポケットが、そもそもカーゴパンツだから、はい。ここにペットボトル、多分ね、こっちミニポケットだと2本入りますわ、500ミリ。2本入れることができ、はい。そういったね、めちゃめちゃポケットに物を入れることができ、そして、このランニングでもね、多分ね、200キロぐらい走ってるんじゃないのかな。ついに完成いたしました。今ね、いろいろと、準備作業を進めてるんですけども、ネットでもね、販売できるといいなということで、販売進めてるんですけども、もしかすると、販売かイベントの方が早いかもしれない。ほんで、しかもこれね、実は私主体で動いておりまして、私がね、段取りとか契約とか、そこら辺、店舗のか、ね、貸し借りとか、そこら辺も全部やってて、間に合うかわからないんですよ。ようやく出来上がってきてね、まだ売れないっていう状況ができてるので、なんとかこの夏に売りたいということで、来たるはですね、8月の19日です。ちなみに前日の18日が、
冒険王ですね。はい、フジテレビのそっちの方でやってる冒険王で生配信ということで、確か13時から、ズボラキャンプ部で、イベントをね、トークショーイベントをやる予定なんですけども、そちらチケットね必要になりますので、もし来られる方いたらね、合わせてよろしくお願いします。それでその翌日、まだ確率がね多分8割ぐらいだと思うんですけど、できるかどうかね、今めちゃくちゃ動いておりまして、お盆もね頑張って動かないといけないんだけども、19日、南青山の、福井はねアンテナショップっていうのもございまして、南青山の方にある店舗の方はですね、まあ、ランチとかそこら辺めちゃくちゃうまいですよ。ボヨロのやつが確か入っておりまして、すげえうまいということで、あの賑やかな場所ではあるんですけども、そちらの一区画お借りして、そこで販売会ができたらいいなということで今動いております。とりあえず言えるのはですね、ショートパンツのみの販売になるんじゃないのかなと思います。ショートパンツの価格もですね、今いろいろ計算して、結構原価が高くてですね、はい、原価高いんですよね。ということで価格がおそらく1万5000円、はい、ぐらいになるんじゃないのかなと思っております。ただ原価本当に高くて、まさかね、あのよくある なんだろうね、あの服屋さんみたいに、あの2、3割で原価2、3割です、なんかまさか全然です、はい、全然です。あの利益がそこまでね、あの生み出せないということもあり、ちょっとあれなんですけども、これ1個あると、外で走ったり泳いだりね、これ1個だけでね、自分は石垣島に行ったっていう動画も実はございまして、それもまた改めて公開します。これだけポケットに詰めて、2泊3日で実は、旅行してきました。はい、人によってはそういうのも可能なやつでございます。撮影機材も入れてるからね、これにね、そういったこともできるんじゃないのかなというね、超高性能なイベントをやろうかなと思っておりまして、販売会ちょっと高いは高いんですけども、まあ来ていただいた方はもちろん手に取ってね見ることもできるし、サイズ展開も SS から XL まで、しかも XL がね通常の XL より大きいサイズになっております。ちょっとここに表出てるかもしれませんけども、腰回りがね103だから、ここの腰回りで103までであれば履けるかなといった感じで、今チームメロスというね、来年フルマラソン福井でありますので、私それにもそのね、このズボンを履いて出場します。ちなみに普段のランニングはこのパンツでやっております。はい、ポケットにスマホ入れながらやるんですけど、めちゃめちゃ走りやすいし、多分ねこれにかなうランニングパンツって、まあ、自分の想像ですよ、ないんじゃないのかなってぐらい、あのランニングパンツとしてもめちゃくちゃ優秀なんですよね。プール入るのもこれ、セブ島もこれで行ったし、あのすげえ優秀です。自信持ってます、自分これ一番最高のショートパンツじゃねみたいなね、はい、自信ありありなやつなので、ぜひあの手に取って見ていただきたいっていうのもあるし、あの試着室もね、あのほんと簡素なものになるんですけども、あの2部屋用意しようかなと思っております。だから103が入らない方はね、あの頑張って痩せてください。103っていうと体重100キロから110キロぐらいの方が大体そんぐらいなんですよね。身長にもよるかもしれないけど、ほんでこれベルトついてるから、大体ね1キロ痩せると1センチ下がるっていう計算があるからね、10キロ痩せても10センチこれビッで縮めればいけます。15センチもギリギリいけるとは思うんだけども、それ以上痩せたらまた買い直してくださいといったパンツになっております。ほんで当日、まあありがとうございます買ってくださってみたいなね、あの手に取って見ることもできるし、ほんでね、一緒に写真撮影なんかもできるといいと思うから、申し訳ないけどね、人数も急遽なんでなかなか揃えることができず、写真撮影係もいないと思うので、私のね自撮りでいいですか。はい、自撮りでね、ここに視聴者さんいて、はい、チーズみたいな感じで、自撮りで、はい、こんな感じで撮るといった感じになるんじゃないのかなと思いますので、また何卒よろしくお願いします。購入いただいた皆さんには、もれなくカズさんがあなたのスマホを勝手に触って、撮影して、もしこれからチームメロスの方いたら、一緒に頑張って走ろうねみたいなね、なんかそんな感じのイベントができたらいいなと思いますので、ただ 100% 行えるとはまだ言えてませんので、8割9割追ってですね、私の SNS や YouTube のところでお伝えしていこうかなと思いますので、またそちらも合わせてチェックのほどよろしくお願いします。はい、まあ、というわけで、これもね、メイドイン福井なんです。はい、だからまあその原価とかね、いろいろ高くなることはあるんですよね、国産でなるんですけど、地元の企業がね、これによりまあほんとわずかかもしれませんが収益が入りね、ほんでまた地元のね、なんか雇用も生み出せたりとかね、少しでもなんか給料が維持できたり、少しでもボーナスが上げれたらいいなみたいな感じで、やっぱ地元をね、やっぱもっともっと賑やかにしていきたいなっていうのがあるので、
なんとかね、YouTube もまだまだやめないし、こういったね、地元の産業とかね、地元の金属とかいろんなもん使いながら、自分だけじゃなく、他の企業ね、そこら辺も応援とかして、応援したら応援しただけ、やっぱ地元が良くなってくるんですよ。で、自分に帰ってくるんですよね。道良くなったみたいなね。ほんで、なんか生活しやすくなったみたいなね。ほんで、これがね、うまくいってない地域っていうか、地方だね。っていうのは、どんどん人が減っていき、お金もなくなり、財源もなくなり、ね、国からのね、ちょっとなんか補助金とかなんとかで、なんとかやっていくみたいな状態になるとは思うんですけども、それっていうのはやっぱりね、長くは続かないんですよ。どっかで限界が来る。どっかで無理が来る。だから、やっぱりね、この住んでる地域にお金が入らないといけない。だから地元で生産とかね、そこら辺も頑張りたいし、地元の観光はね、賑やかにできると一番いいかなとは思っております。まあ、結局は自分のためです。はい。自分の住んでる街がね、やっぱ賑やかになるといいな、みたいな。ほんで、かつそれでね、お客さんに喜んでもらえたらね、こんなにいいことないっすよ。やっぱね、動画事業はね、やめれないっていうか、この SNS というかね、こんな最高の仕事はね、やっぱ、なんだかんだないと思う。いろいろストレス抱えることもあるとは思うんですけども、こんな最高なことはないんじゃないのかなと思います。まあ、というわけで、本日はこんな感じでね、ちょっと動いてるあれを、ちょっとお伝えさせていただきました。いろいろこのね、動画業界とか、ね、この SNS の業界っていうのは、賑やかなことになってって、ほんとね、1年2年でガラッと雰囲気変わります。変わるんですけど、なんとか少しでも食らいついて、ね。少しでも、なんか自分がやっていて、なんだろうね、幸福感を抱けるように。そして何よりね、やっぱみんながね、幸せになるように。やっぱ結果それ自分に返ってくることだから、そんな形で、頑張っていきたいなと思います。近々なんかね、大きな動きもね、多分、ご報告できることもあるかと思いますので、そちらもまたお伝えさせていただき、本当に近いうち、なんか大きな報告ができるような気がいたします。はい。ということで今日はこんなところで、皆さんもですね、自分のやりたいこととかね、地元がどうとか、いろいろ、ね、地元はどうでもいいし、自分の住んでるとこ、ね、で自分の家、みたいな、ね、家族だけ、とか、もうそんなんでもいいからね、ぜひ、自分の思ってることを大切に、やっていただきたいなと思います。ということで今日はこんなところでまたお会いいたしましょう。じゃあね。ちなみになんですけど、ま、いろいろ、収入面とか、いろいろ心配される方もいらっしゃると思いますし、昔と比べるとですね、やっぱり、一つ言うと、もう全然、めちゃくちゃ美味しい時代っていうのは、なくなってきたと思います。自分にとっても。はい。昔はもうちょっとやってもね、なんかほんと10万、20万みたいなパッていくけど、そんな、やっぱ最近難しいっていう時代にはなっております。ただ、今ちょっと言ったように、YouTube かけるなんとかとか、動画かけるなんとかっていう掛け算はやっぱりいいもので、私、シアターハウスっていうホームシアター用のスクリーンのね、社長というか代表も務めさせていただいておりまして、先月はプライムデーとか、そこら辺の影響もあって、プライムデーでね、過去最高に、実はね、ホームシアタースクール売れました。ありがとうございます。買っていただいた皆さんありがとうございます。先月の売り上げはですね、まあ、5月の同月比、まあ、それぞれのね、1番にはならなかったんですけど、2番でした。だから、まあ、すごい、ホームシアタースクールなんて、まあ、なかなかね、珍しい仕事ではあるんですけど、やっぱりそういったものと、やっぱ動画とかそのマーケティングといった組み合わせっていうのはね、非常にやっぱ相性がいいというか、まあ、どんな商売とも、やっぱ相性はいいんだなっていうのはすごい、思った次第でございます。ただもう少しね、もしホームシアターね、されたいっていう方、ね、うち、弊社のスクリーンはですね、対応は、自信を持って、日本一番だと思ってますので、しかも、電動スクリーン、もちろん壊れることもあるとは思うんですけど、ね、なんかで雷の影響とか、なんかの影響で壊れることはもしかするとあるかもしれません。ただ、驚くほど故障率少ないです。はい。なんかあっても、まあ、保証ということで、かなり保証期間も長く、ただお客様のことで外していただいたからそこら辺はあるんですけども、保証も、かなり手厚いものだと思っております。なので、もしよかったらね、その動画事業だけでなくですね、私の弊社、シアターハウスですね、ホームシアタースクリーン必要であれば、家庭でも、法人の方でも会社でも必要であれば、また、ぜひ、うちの、弊社ホームページの方までよろしくお願いします。はい。ということで、はい。またお会いいたしましょう。